皆さん、こんにちは。今日もですね、宝塚ファロシップ教会の、リモート礼拝を、行いたいと思います。ただですね、今日は、礼拝を、YouTube を通してやる前にですね、ちょっと非常に悲しい、報告をしなくちゃいけません。私たちが、礼拝する場所として借りている、その施設があるんですけど、そのピピアメフっていう、施設があるんですけど、そちらから、2日ほど前に連絡があって、4月の19日まで、なんとその施設を、閉鎖するという連絡がありました。その結果ですね、私たちの教会、宝塚ファロシップ教会は、なんと4月の19日の日曜日まで、日曜日もですね、礼拝できない、状況に、なってしまいました。非常に悲しいことですけども、そういうことで私たちですね、イースターの礼拝も、私たちの教会では、できないと、いうことになってしまったんです。ぜひですね、礼拝が、再度、集まってできるようにお祈りいただけたらと思います。それではですね、今日の、礼拝始めたいと思います。始める前に、お祈りを持って始めさせていただきます。天のおられる父なる神様、あなたが私たちを、力づけてくださり、そして今、非常に、多くの方が、苦しみパニック状態に至っているこのコロナウイルスの件で、多くの教会も、礼拝できない状態になっています。どうか私たちの教会の上にもあなたの祝福があり、一日も早く、礼拝を持つことができるようになりますように。また今日の、この礼拝もあなたが祝福してください。イエス様にお祈りいたします。アーメン。はい、それではですね、まず、賛美から始めたいと思います。第1曲目、聖なる聖なる聖なるかな、ホーリーホーリーホーリー。聖なる聖なる聖なるかな、引き続き、次の歌に行きたいと思います。次の歌は、輝く日を仰ぐとき、How Great Thou Art。 はい、輝く日を仰ぐとき、月星眺むるとき、雷鳴り渡るとき、誠の神を思う。
たたまいざたたえよ大いなる御神を我がたまいざたたえよ大いなる御神を All of my God When I'm in awesome wonder Consider all the world I have made I see the starsI hear the roaring thunder Thy power throughout the universe display Then sings my song, my Savior God to thee How great thou art, how great thou art Then sings my song, my Savior God to theeHow great thou art, how great thou art 御神は世人を愛し一人の御子を下し世人の救いのために十字架にかからせたり我が玉いざたたえよ大いなる御神を我が玉いざたたえよ大いなる御神をはい、次の歌行きましょう。次の歌は、来てくださいっていう歌です。Come and fill me up っていう歌です。じゃあ一緒に賛美いたしましょう。聖なる御霊よ、あなたを待ち望む。来てください心の渇きを潤し癒される聖なる主主よ私の心清めて主の愛で満たしてください愛しますあなたを心込めて求めますあなたを心込めて I can feel you flowing through me Holy Spirit Come and fill me up Come and fill me upFill my senses I am thirsty For your presence Lord Come and fill me up Lord let your mercy wash away All of my sins Fill me completelyOnce again I need you I want you I love your presence I need you I want you I love your presence
なる御霊よ、あなたを待ち望む、来てください。はい、次の歌いきましょう。次はですね、As the Deer、鹿のようにっていう、歌です、ご一緒に賛美いたしましょう。谷川の流れを慕う鹿のように、主よ我が魂、あなたを慕う、あなたこそ我が盾、あなたこそ我が力、あなたこそ我が望み、我は主を仰ぐ。My soul long after thee, you alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield, to you alone may my spirit.あなたこそわが友、わが兄弟、あなたこそわが盾、あなたこそわが力、あなたこそわが望み、我は主を仰ぐ。はい、いつもでしたらね、あの4つの歌を、賛美終わった後に、まあアナウンスメントがあるんですけども、まあ今日のアナウンスメントっていうのは、まあこの冒頭でも言いましたように、4月の19日の日曜日もですね、私たちの教会は、実はあの施設が閉鎖してしまったんで、礼拝ができないことになってしまいました。あの当初3月31日まで閉鎖するということだったんで、4月になったらですね、私たち礼拝が再開できると思ってたんですけども、4月5日の、私たちの花見大会も、できなくなりましたし、4月12日のイースター礼拝も私たちは自分たちの会堂、教会ではできないということになってしまいました。そういうことで、非常に残念ながら19日の礼拝も、私たちは、行うことはできない。その次の、週の礼拝から今のところですね、予定してます。そういうことで、ぜひですね、礼拝が一日も早く普通に行えるように、お祈りいただけたら感謝です。それではですね、次の歌に行きたいと思います。次の歌は、ああ、主の十字架っていう歌です。この歌は実は、私が、作詞作曲した、歌です。じゃあ、次の歌行きましょう。神の血が滴る、ああ主の十字架、私の罪のための茨の冠に、手足に枠に、私を愛されて
イエスはこらえる。The cross of our Lord, God has shed His blood. Oh, the cross of our Lord, it is for my sin. The crown of thorns, hands and feet were nailed.He loves me, so Jesus endured on His cross. Ah, 主の十字架、剣で刺されている。Ah, 主の十字架。私が死ぬべきだった裸で打ち打たれ椿をかけられ私を愛されてイエスはこらえる Oh,Cross of our Lord, the spear had been pierced through. Oh, the cross of our Lord should have been me on that cross. Naked, He was beaten, shamed and spat on.So Jesus endured on His cross. はい、それではですね、今日の、聖書のメッセージを、学びたいと思います。聖書の箇所は今日はですね、まあ先週から引き続きになるんですけども、ヨハネによる福音書の14章、今日はですね4節から、14節までを学びます。聖書もしでしたら、ヨハネの、福音書の14章、4節から14節を、開けてください。それではですね、あのメッセージを始める前に、お祈りを、したいと思います。じゃあお祈りします。天におられる父の神様、今日あなたが、語ってください。そしてあなたの御言葉を私たちがはっきり分かるように聖霊様の力を通して私たちに今日、語り、そして私たちに学ばさせてください。イエス様の御名にてお祈りいたします。アーメン。はい。それではですね、メッセージを、話したいと思います。まあ、先週はどんな話だったかというと、最後の晩餐の時にですね、イエス・キリストが、晩餐の時に弟子たちの足を洗って、で、その後ですね、なんとユダが、イエス・キリストを裏切って、出て行ってしまうと。で、その後ですね、イエス・キリストは弟子たちに向かう、残っている11人の弟子に、子供たちよってこのか、あの話しかけるんですね。で、イエスさんは、その弟子たちに、私は今からどっか行っちゃうと。ほんで、でも、また戻ってくるよと。で、その間、あなたたちは、いい子でいなさいよと。なんか、いかにも、親が、なんか子供に語りかけるようにですね、私が、いない間、あなたたちはお互いに愛し合って、いなさいと、この呪われた、この地上にいる間は、お互いは兄弟姉妹がですね、愛し合いなさって、助け合って、生きてきなさいというようなことを言うてですね。で、しかもイエスさんは最後はですね、自分がその行くところは父の家に行って、で、そこでその家ができたらまた戻ってくるよと、こんな話をですね、先週、したんですね。で、この後、イエスさんは、どんな話をされたのか、この後ですね、イエスキリストは非常に、大切な話をされます。それではですね、ヨハネによる福音書の14章の4節から、見ていきたいと思います。じゃあ、読んでみます。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています。トマスはイエスに言った。主よ、
どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。イエス・キリストはですね、弟子たちに、今から私が行くところへのですね、そこにその行くまでのその道をあんたたち知ってるっていう、そんなこと言うんですね。これ、で、当然トマス、まあトマスは非常に現実的な人やったんかもしれませんね。イエスさん、どこ行くとはっきり言うてくれへんし、そこまでの行く道知ってる言われたって知らんで。で、トマスはイエスさんに、どこ行くねんって聞くんで、どこ行くんですか。で、しかもその、あなたが行こうとしてる、道ですね。道はどうやって見つけんねん。で、まあ、トマス聞くんですよ。そもそもイエス・キリストは、まあ、この話の前にですね、父の家に行くと、まあ、父の家に行ったら、そこでその、家を建ててるっていうんですね。で、家ができたら、イエスさんはまた戻ってくると。早足がイエス・キリストはですね、どこ行く言うて、その、イエス・キリストは行く場所は、まあ、父の家、父がいる場所。まあ、早足が神様の御国、天国やね、天国に戻るんやと。ほんで、その天国で、その、弟子たちいうか、その、信者を迎え入れる準備ができたら戻ってくるよと。で、イエスはそういうこと、まあ、基本的にイエス・キリストはこの後ですね、十字架にかかって、まあ、復活して、で、その後ですね、まあ、天国に行くんだと、こういうことを弟子たちに、まあ、言うてるんやと思うんですね。でも、その、トマスは、当然、まあ、トマス含めた他の弟子たちも、一体イエスさん何言うてるか、多分全然分かってない。で、イエス・キリストはこの後ですね、多分そのことを分からせるために、引き続きですね、一体、イエス・キリストが一体その道っていうのは一体何なのかの説明をしてくれるんですね。で、この後、ちょっと6節、見てみたいと思います。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。なんとイエス・キリストは、私が道であり、真理であり、命や。で、誰も、その父の元に行けない。まあ、父言われた話が、まあ、神様やね。父なる神様の元に、イエス・キリストを通してでしか、誰も行けない。まあ、早足が、イエス・キリストだけが道であり、しかも真理、本当のことや、いう、なこと言うんですね。これはね、実はこの聖書の箇所は、多くの、まあ、方に、こんなんおかしいやないかってよう言われて、キリスト教嫌いやってこう言われる、実は原因になってる場所なんですね。なぜかというと、もしこの箇所だけを理解するんやったら、その、天国に行けるのは、まあ、キリスト教でしか天国に行けないというふうに、まあ、取れる。他の宗教わかんねえやろか。いや、例えば、仏教なんかさ、ええ人いっぱいいるじゃないですか。日本人の多くが仏教となわけでしょ。ほんだら、あるいはイスラム教の人だって、私、アメリカにおった時、イスラム教の人と何人かおてますけど、とてもええ人なんですよ。ええ人、あの人ら、天国行けないわけ？キリスト教の考えだ。だってイエス・キリストは、私だけが道のようなことを言うてるわけでしょ。で、しかもよ、もしイエス・キリストの言ってることがそうなんやったら、私たち、まあ特に日本人の、まあご先祖やね、多くの日本人が、まあ、キリスト者じゃなしに、まあ、特に、ご先祖は、それで亡くなりはったやと思うんですね。キリスト教じゃなくて、クリスチャンとしてじゃなくて。ってことは、ご先祖はみんな地獄行ってもうたん。な。こんなん、キリスト教だけが救いの道やなんておかしい。だから、この箇所、この聖書の箇所は、嫌いや、言う人は結構いて、あるいは人によってもね、そんな宗教っていうのはみんな同じような、まあ、みんなこの、人が幸せになる道を教えてるんやから、こうちょっと山か丘があって、その上に行くのに、キリスト教の道行くのも、別の宗教の道行くのも、まあ、行き着くところは一緒やから、そのイエス・キリストだけが道や、言うてる、そのキリスト教はおかしい、言うて、キリスト教だから嫌いっていう人が結構いてはるんじゃないかなと思うんですね。このことに関してはね、私ね、やっぱりね、ちょっと説明をすべきやと思ってます。っていうのはね、まあ、宗教っていう話になった時に、例えば、その、なんていうの、宗教の目的がね、
その各宗教の目的が、例えばそうやな、その人間一人一人の、まあ、思いや感情で決まるようなもの、例えば幸せになることが目的やったら、幸せっていうのは、人それぞれ何を感じて幸せって思うかっていうのは違うじゃないですか。だから、なんていうかな、例えば仏教のスタイルが幸せやって感じるんやったら、それでいいんちゃう？あるいはイスラム教やったらイスラム。で、キリスト教やったらキリスト教でね、その、結局、もし幸せになることが目的なんやったら、それこそちょうどこう、なんや、私、甘いもんが好きやとか、辛いもんが好きや言うとと、よう似てて、その人が幸せやって感じるもんであれば、それでいいということになると思うんですね。その結局宗教というものが人間のまあ思いや感情でそのまあ決定できるようなものを目的としているんであればそれでいいんじゃないか思うんですけど、ただね、少なくともキリスト教が目標として目的としているものは実は違うから問題なんですね。何が違うのかというと、キリスト教っていうものは、宗教というか、はですね、その、救いを求める、救い、救われること、つまり、永遠の命を得て、そして、御国に入ることが、まあ、最終的な目的なんです。だから、結論から言わせてもらうと、その、目的がそもそも違う。仏教になってくると、まあ、仏教いろんな宗派がありますけども、基本的にお釈迦さんの言うた仏教は、悟りを開くことですよ。仏教の本当に目的っていうのは悟りを開く。だから、仏教とキリスト教を比べ、まあ、今たまたま仏教をちょっと例に挙げてますけど、宗教を比べるときに、そもそも、その宗教自体が、信じてるものも目的も違って、仏教、だからちょうどね、リンゴとみかん比べてるようなもんです。いや、リンゴもみかんも同じフルーツやないかと言われたら、そう、同じ、キリスト教も仏教も、イスラム教も、他のいろんな宗教も、みんな宗教やないかと言われたら、そらそうですけど、でも元々全然違うことを言い、全然違うことを、まあ、目的というか目標として信じるものも全然違う。そもそも、みかんとリンゴ比べて、どっちが、いいとか悪いとか、そんな言うこと自身おかしいでしょう。私正直思うのに、本当の仏教徒の方はキリスト教の批判をなさらないと思うし、本当のクリスチャンは仏教徒の批判する理由もないと。それぞれね、だからその宗教というのはそのレベルやった、そういったもんであれば、私別に別にそんな喧嘩とかね、言うことじゃないと思うんです。だから結局ここでなんでイエス・キリストが道、自分だけが道や言うてるかっていうと、これはね、明らかに一体何が真理なのかっていう問題の方が問題なん。つまり、何が好きかとか、私の好みはこれやっていうんやったら、もうそれやったらそれでいいと思うんだけども、一体本当の真理は何なのかってなってくると、これまた別問題で、わかりやすく言えば、例えば、私が、この地球は、ボールみたいな、丸い、球の格好してますと言うたら、この21世紀に住んでる、まあ、このビデオを見ておられる方は、多分、もうほとんどの人というか、まあ、ほぼ全員ですね、いや、その通りやって言うと思うんですね。地球っていうのは、その、まあ、ボールみたいな格好してると。で、これがなぜそう思うかというと、これ真理やからです。実際にそうやということを私たち信じてるし、そうやと理解できるし、地球は、でも、もし別の人がね、いやいや、地球はそんなボールのような格好してない。フライパンみたいにフラットや。私はこっち信じる言うても、それは信じることは自由やし、私はもうそんな地球がボールみたいな格好してるなんて絶対信じない。私はもうそんな、私は地球はなんかフライパンみたいな格好してるんや。言うんやったら、それはその人が信じるのは自由ですよ。自由やけど、真理は何かっていう、本当のことは何か言うたら、地球はボールみたいな格好してるのは本当じゃないですか。結局、イエス・キリストが私が道であり、しかも真理であり、命や言うたときに、イエス・キリストは非常に驚きなのが、私の言うことは本当のことやでと、まあ宣言してるような、しかもイエス・キリストが言うてる宣言してるその理由はね、キリスト教が求めているものは何かというと、
そのキリスト教の教えの基本は何かというと、その神様がまずおられるんだと。そしてこの神様がその言葉を持って、まあ、宇宙が全てを作られたんだと。つまり神の言葉で、その神様が秩序正しく、神の言葉、そして神のルールいうかな、神が作った法をもとに、この宇宙を作られたんだと。そしてその何が正しいか何が悪いかっていうのは、神が作った法が、神様の言葉が正しい。人間が、何が正しくて何が悪いって決めるんじゃなくて、その神が言われたことが正しいと。で、これが義、正しいこと。これがキリスト教の理解なんですね。そしてその神がその正しく作られた秩序正しい、まあ、この世界というか宇宙の中で人間に言葉を与えられた。つまり人間もですね、自由に、まあ、自由意志を持っている。で、その人間は、その言葉を持って、自由意志を持って神の言葉を信じなかった。これが実は、まあ、罪と私たちが呼んでいるもので、つまり神の作られたルール、神の作られたこの秩序、つまり義というもの、何が正しくて何が悪いかってなった時に、神のこの義、正しいというものを信じない、つまり、ものは基本的に存在できない。これが死、つまり罪の結果が、罪っていうのは神から的が外れてるか、神の言葉から外れている。この、その罪の結果、死んでしまう、滅んでしまうものになったと。で、このために、キリスト教の考え方は、その神は義なる正しいお方やけども、同時に神様は愛のお方なんで、私たちが滅んでしまうことをものすごく、まあ、悲しんでおられる。で、神自身が人となってきて、また神の作ったルールっていうのは、愛っていうのは犠牲が伴い、そして、身代わりの死、生贄の死、を神は、正しいこととされたんだという、こういう理解なんですね。つまり、イエス・キリストっていうのは、神が人となって、私たちの身代わりに、その、死んでくれたんだ。で、その私たちの罪の身代わり、つまりその人の罪っていうのは、神のルールから、正しいルールから言えば、必ず罰せられなくちゃいけない。その罰のすべてをですね、イエス・キリストが、身代わりとして受け取って、その十字架にかかって、私たちの身代わりに死んでくれた。私たちの代わりに死んだ。で、しかも復活されたんだと。で、これを、この神の言葉を信じるんだったら、永遠の命が与えられると。で、その、もともとその罪の原点は、神の言葉を疑う、神の作られたルール、言葉、法を守らないことやったんですね。つまり、神の言葉を信じない、守らない。だから、この神が与えた一方的なこの恵み、これは私たちがその立派やったとか、行いでよく、ええことしたんじゃなくて、神様の一方的な愛によって、与えられたイエス・キリストのあの十字架の死を、自分の、あの罪の、身代わりとなって、神様が私を愛してくれて死んでくれたんやと。そして自分の罪を悔い改めて、そしてそのイエス・キリストの復活を、まあ、信じる、受け入れる。その時に、私たちは、その、まあ、永遠の命が与え、許されて、私たちの罪が許されて、まあ、永遠の命が与えられる、御国に入れると。だから、イエス・キリストだけが、道なんだと、その天国に行く道、道なんだというのは、キリスト教の教え、説明なんですね。これ問題はね、だから当然もしこのベースで言ったら、当然イエス・キリストだけが道やし、他に道あれへんです。で、そのイエス・キリストが、だから神が人となって私たちの身代わりに死んだんやと、これが本当かどうか、これが真実かどうか、いうことが、結局、イエス・キリストは私だけが真実で、これが道で、いろんな宗教やいろんな教えがあって、自分の好みで選ぶのは、それは自由なんやけども、本当の本当は、キリスト教の理解ではね、先ほど言った、その神が私たちを救うために、イエス・キリストが十字架にかかって、そして蘇ってし、ダダダッと、で、これを受け入れたら永遠の命があると。これを受け入れるかどうかだったんですね。だからイエス・キリストだけが道なんだと、イエスさんは言うんやね。これ非常に驚きですけども、少なくともイエスさんは、しかもここでね、
私が道やと言ったら、この私がエゴアミーがまた使われてるんですね。エゴアミーである私、つまりその、まあ、ヤハウェ、私が私であるっていう神のお名前そのものがここでまた使われてて、エゴアミー、私がですね、道なんや。エゴアミーが道なんや。つまりヤハウェが道なんや。そして真理なんや。命なんや。イエス・キリストを通してでしか命が与えられないんだと。こういう説明をね、イエスさん、まあ、弟子たちになんと、しようね、こうびっくりする。イエスさんは、トマスの質問に対して、私が道や真理や命やって言うたって、これ非常に驚きです。で、この後一体どうなったのか、ちょっと引き続き見ていきたいと思います。7節から8節見ていきます。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。なんとですね、この後イエスさんは、なんと父なる神の話をしはるんや。なんと、その、私を知ってたら、父なる神を知ってると。で、その、私を見た者は、早じゃ父なる神を見たんやなことを言うて、で、弟子の今度はピリポですけども、ピリピはですね、よう、神様見してくれ、父なる神を見してくれ、言うんですね。これ、驚きですけども、で、この後実はイエスさん、これに対して何て言ったか言うのは、ちょっと9節読んでみたら、こんなこと書いてあるんですね。ちょっと9節読んでみます。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間、あなた方と一緒にいるのに、私を知らないのですか？私を見た人は、父を見たのです。どうしてあなたは、私に父を見せてくださいと言うのですか？なんとイエス・キリストはピリポに、あんた、いや、ピリポが、その父なる神、はい、じゃ神様見せてくれと、ピリポが言うた。に対してイエス・キリストは、いや、私を見たのは、父なる神を見たんやと、お前、わからなかったんだこと言うんですね。結局、どうなってるかというと、イエスさんは、私は今から父の元に戻ると、そしてまた、戻ってくると。で、その父の家、つまり神の国、天国に入るには、私を通してでしか入れないんや、いうことを弟子たちに説明して、私が言うてることだけが真実なようなこと言うて、私が今から十字架でかかって、生贄として、罪の代価のために死んで蘇ると、これを信じた者だけが天国に入れるんだと。で、いうこと言うんですけども、それと同時にですね、なんとイエス・キリストは、その後弟子たちに、私を見た者は、父なる神を、まあ、見たんやと。実はキリスト教の基本的な考え方っていうのは、イエス・キリストは、神が人となった方なんやっていう理解なんですね。これは何もここの、ヨハネの箇所だけじゃなくて、他の聖書の箇所にもいっぱい出てきます。ちょっと、いくつか例を挙げてみると、例えば、コロサイ人の手紙の、一章の15節、ちょっと読んでみます。巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。何が言いたいか言うと、神様は目に見えない。まあ、言葉なるお方なんで、言葉が目に見えない。ということで、その、神様は目に見えないけども、その目に見えない言葉なる神様が形となった。まあ、人になった。そもそも人っていうのは、人間っていうのは、神の形に作られてますね。だから神様がもし姿っていうかその三次元の世界に現れたんやったら人間の格好してるというこういう理解なんです。で、そのイエス・キリストは誰かって言うたら神ご本人が、言葉なる神ご本人が人の姿で現れた方。つまり人間になった神。つまり神ご本人。だけども人間、100% 人間やと、こういう、誠の神、誠の人なんですね。で、これがイエス・キリストだと。で、聖書はそのように教えとんですね。先ほどコロサイの1の15を読みましたけど、これ、他の箇所を読んでみましょう。ピリピ人への手紙の2の6から7。つまり、イエス・キリストは神の姿、神が形になったお方や、ということで、ちょっとピリピの2の6から7読んでみます。キリストは、神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を、虚しくして、
しぼめの姿をとり、人間と同じようになられました。ここでもね、神の見姿であるイエス・キリスト。つまり、神が形をとったらイエス・キリストなんやと、こういう理解なんですね。で、また、次、ヨハネの 1-18 も、読んでみると、こういうこと書いてあります。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が、神を解き明かされたのである。一人子の神が神を解き明かされた。つまり、先ほどピリッポがイエスさんに、イエス・キリストにその神様である、まあ、父なる神を見せてください言った時に、お前何言うてんの、お前もうすでに見とるでと、私が父なる神の姿やと、私を知ってるんやったら父なる神を知ってるし、父なる神見せてくれ言うけど、私を見てるいうことは父なる神見とるんやと、神が形になった方がイエス・キリストなんだと、こういう、まあ、理解なんですね。これを、まあ、イエスさん弟子たちに言う。だからイエス・キリストが本当に神であるんであれば、当然イエス・キリストだけが神への道であり、その今まで説明したその神が私たちを愛し、そして、救うために神自身が人となってきたんだ。しかし神は義なる神だったから、間違ったことをそのままほっとけない。必ず罪には罰が与えられる。だから身代わりとなって死んだ。このことをただ受け入れただけで、神のこの愛を受け入れただけで、私たちには永遠の命が与えられる。私たちの罪は許されるんだと。これを信じるかなんですね。で、この後ですね、10節、先ほどまだ14章の、10節に戻りますけど、ちょっと読んでみます。私が父のうちにいて、父が私のうちにおられることを信じていないのですか？私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技を行っておられるのです。今度イエス・キリストは、ピリポにですね、弟子たちに、私を見た者は父を見たんやと、私と、まあ、父なる神は、神や、同じ神様。でもその父なる神がなんと私の中に今度はおるっていうんですね。中にいてる。まあ、神様言葉なるお方なんで、で、その、中にいてると。だから、私が喋ってるっていうのは、その、父なる神が喋ってるのと一緒で、いわゆる神が語ってるんだっていうのことをイエスさん言うて、で、その、信じられないんやったら、その、まあ、今はその、父なる神が、その自分を通して、その父なる神の技を行ってるんやと。つまり父なる神言うだけじゃなくて、実際にその行ってるんやと、まあ技っていうか、そのいろんなことしてるんやと。で、この後ですね、11節から12節読んでみると、引き続きイエスさんこんなこと言うんですね。私が父のうちにいて、父が私のうちにおられること、おられると、私が言うのを信じなさい。信じられないのなら、技のゆえに信じなさい。誠に誠にあなた方に言います。私を信じる者は、私を行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。ほんで、イエス・キリストは、早足がね、私の言うたことを信じなさいと。ほんで、信じられへん言うんやったら、まあ、技を信じろっちゅうね。もしね、もしよ、イエス・キリストが言うてること、つまりイエス・キリストだけが真理であり、道であり、そして天国に行く道なんだったら、もしこれが本当やったら、もし真実やったら、それに伴う現象がないとおかしいでしょう。何が言いたいか言うたら、いろんな宗教、いろんな教えやいろんなものがあるのは分かります。でも、本当かどうかっていうことになってくると、先ほど地球が丸いいうのが本当じゃないですか。地球が丸いっていうのが本当やから、実際に地球が丸いから飛行機乗って、ピューっとこう飛ん、ずっとまっすぐ行ったら、また元に戻って、本当おかしいでしょ、地球が丸かったら。で、実際にそうなるから、私たち地球が丸いことわかるし、結局、その現象が本当の真理やったら、本当にキリスト教が言ってること、本当にイエス・キリストが言ってることが正しいんであれば、それに伴う現象というか、その技を信じなさい。そっちのを見てみと。イエスさん、そんなことチャレンジで言い張るんやね。正直言うてね、
キリスト教というのは非常にこのユニーク、宗教と言われるよりも非常にユニークな、他の宗教と比べたら本当にものすごいユニークなんですね。まずですね、イエス・キリストは自分が神様や、まあ先ほどの歌詞を読んでもわかるように聖書はですね、イエス・キリストは神様やということを、まあ、宣言している。少なくとも私が知っている範囲では、まあ、他の大きな宗教、例えばまあ仏教だとかイスラム教にしてもね、その教祖と呼ばれる方、まあ、仏教だお釈迦さんやね、あるいはイスラム教だったらモハメッドは、やっぱ人間として現れはったんやね。人間で、しかもこの、まあ、自分が神とは言わなかったですよ。ほんで、しかもその、亡くなった後に、イエス・キリストは、自分は神様や言うただけじゃなくて、なんと復活してくるいうことを、まあ、その予言でも予言されてたし、それからその実際に自分がそのように宣言したんやと。そしてキリスト教っていうのはこの実際に復活したイエス・キリストを見た、まあ、目撃者何百人何千人っていう多分目撃者が元になってできた宗教なんですね。他の少なくとも、キリスト教以外の宗教というのは、その教祖と言われる方は、まず、まあ、自分が神やって言った人が、どんだけいたか私ちょっと知らないですけど、大きな宗教では そんなこと言った人いないし、また、復活してきたっていう歴史はないです。蘇ってきた。ほんで、ただキリスト教だけはね、もうイエス・キリストが亡くなった、もうすぐ後から、もうその、いろんな、まあ、書物や、物件で、多くの人が、イエス・キリストの復活を目撃したっていうことが、まあ、言われてるんですね。これ、聖書に書かれてるからだけじゃなくて、あの当時、イエス・キリストが、復活した、そのすぐ後にですね、結構たくさん、ローマの方の、まあまあ、キリスト教から見たら、ローマ帝国が、初期のキリスト教がものすごく弾圧しますんで、まあ、キリスト教が見たら敵に当たる、そのローマの方がですね、ローマの方のその文章に、同時代の人が、たくさん、まあ、そのことを書いてるんですね。なんとクリスチャンという人たちが現れて、で、イエス・キリストは復活した、言うてると。で、イエス・キリスト。で、少なくともローマの方は、イエス・キリストのお墓、いうか、イエス・キリストのその死体を見つけることはできなかった。キリスト教を潰してしまおうなら、イエス・キリストの死体を、この、見せたら一発で治るんですけど、キリスト教はスタートしてなかったと思いますけども、クリスチャンたちがイエス・キリスト復活したんや、ってこう騒いでいる。で、それに対してローマはですね、お前ら何言ってんねん言うてその弾圧を加えるんですね。でもそれはもうイエス・キリストは復活したもうすぐ後から始まってる。で、やっぱり歴史的にイエス・キリストは復活したっていうことがいろんな文章や、それからローマサイドの文章でも見受けられる。こういった現象っていうのは非常にまあ、不思議っていうか、だから、キリスト教っていう宗教、ものすごくユニークなのは、イエス・キリストがですね、自分が神様やという、まあ、ことを聖書でこう断言しているし、それからですね、復活したんだと、いうことが元になった、まあ、宗教であると。他とは非常にそういう意味ではユニークなんですね。しかもですね、その、まあ、技っていうか現象という意味では、少なくともキリスト教っていうのはものすごく大きな影響を、まあ、今も与えてるし、過去ずっと与えてきた、宗教で、非常にたくさんの、まあ、孤児院だとか、病院だとか、学校を作ってきた、まあ、宗教ですよね。で、非常に多くの人に、文化も、芸術も、まあ、人類の歴史も、ものすごい大きな影響力を与え、そして何よりも、その、多くの人を、まあ、人が変わるかな。人が、まあ、清い人に変わっていく、そういったプロセスをたくさん踏んできた。で、またですね、キリスト教っていうのは悪魔の存在を信じてますから、悪魔がいるんだったら、当然ですね、このキリスト教の、まあ、教えっていうのを潰したい。だから、キリスト教も必ずって言ってぐらい、迫害を、ものすごい迫害を受けるんですね。ものすごい迫害を受けるんですけども、特に初期の教会っていうのは、十二弟子、まあ、はみんなものすごい、むごい殉教するんですけども、みんなですね、その、十二弟子だけじゃないです。何千人というクリスチャンたちが、すごい、その、まあ、殺される、非常にむごい殉教するんですけども、キリスト教という宗教は殉教を受ければ受けるほどという言い方いいのかな、迫害を受ければ、まあ、広がっていくような、非常にこの、珍しい、
で、またなんで迫害を受けるのかな。別にそんな悪いことをしてるか、わけじゃないじゃないですか。で、まして聖書っていうのはものすごい焼かれるんやね。実際の人類の歴史を見てもらえたらわかるんですけども、非常に多くの迫害とともに、非常に多くの聖書が焼かれています。そしてですね、なんとキリスト教の内部にも、その非常にこの悪が忍び込んでくるような歴史があって、いつの間にかですね、聖書と違う教えをこう言うてきたり、とにかくキリスト教っていう宗教だけは、もういろんな意味でね、非常にユニークな、もし悪魔の存在を信じるんであれば、非常に納得のいく、宗教でもあるんですね。そもそも、一体キリスト教って何かって言われると、やはり、本当のことを言うてるかどうかがやはりポイントになって、もしイエス・キリストが聖書の言う通り、神ご本人が人となってきたお方であるんだったら、イエス・キリストだけが、真理であり道であり、救われる道やということになります。でこの後ですね、ちょっとこう、13節読んでみるとこんなこと書いてますね。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私がそれをしてあげます。なんと驚いたことに、最後の14節では、イエス・キリストはですね、私の名前で、まあ、父なる神に祈ってみと。ちゃんとやったるっちゅうんですね。これってすごい、と思いません？何が真理かどうかっていうのは、わからないって言うかもしれないけど、それは地球がまん丸いのがわからない言うてるのと一緒やと僕は思う。真理はやっぱり地球はまん丸で、フライパンのようにフラットじゃない。ほんで、その地球がまん丸やったら、それに伴う現象があるじゃないですか。それと一緒で、本当に、イエス・キリストが、だけが道であり、真理であり、天国に行く道であるんだったら、イエス・キリストが神様であるし、そして直接イエス・キリストの名によって祈ったらいいんです。正直言って神が、ルールを作って、神様がこの秩序正しくルール、神の言葉でルールを作った。私たち人間が実はルールを作ったんじゃないっていうことなんですね。神様がルールを作って、神が、愛のために、誰かの代価になって、生贄となったら、あなたの罪は許されるんだというルールを作りはった。もともと人間は、真理を見つけるだけなんです。真理を作ったのは神様やという、こういう理解なんですね。ニュートンの、万有引力の法則にせよ、ニュートンが万有引力を作ったんじゃなくて、ニュートンは神が作った引力という法則を見つけただけなん。あるいはケプラにしても、ケプラの法則っていうのはケプラが作ったんじゃなくて、もともとあった宇宙のルール、神が作ったルールを、ケプラが、それが真理であるルールをケプラが見つけただけなんですね。それと同じように、神様が作ったルールっていうのがあって、これを人間がどう思うが、それのルールが正しいんだというのが聖書の教え。で、そのルールは何かというと、神があなたをものすごく愛しているとともに、神様はものすごくその正しい義なる方で、その罪をそのまま、ほっとく、裁く以外にほっとくことできない。そしてその罪の結果が私たちが滅びる死というものであって、そしてこの死の問題を解決する唯一の方法は、その神自身が人となってきて、そして私たちの身代わりとなって、亡くなったんだ。これを信じたら、そして、復活したんだということを信じたら、あなたの罪を告白して信じたら、あなたは永遠の命が与えられて救われるんだというのを神様が作ったルール。これを受け入れるかどうかなんですね。これも私たちが勝手に作ったんじゃなくて、人間が勝手に考え出したんじゃなくて、神が作ったんだと。神のルール、神の法。これがですね、私たちが信じられるかどうか。最終的にやはり今日の話のメッセージっていうのは、イエス・キリストはですね、弟子たちに、十字架にかかる前に、私が本当の道なんだよということを、伝え合ったんですけども、今日このビデオを見ておられる方に聞きたいんですけど、一体キリスト教の言うてることは本当かどうかっていうのはどうやってわかるか。これ私一つだけど、もし本当やったら現象が伴うはず。そして特に、神様に直接聞けばいいです。最後の最後、ヨハネの14章の13節から14節は、私に、
あのな私の名前で求めろ、もあの求めなさい、求めたものを与えられるって、あのマタイの7章の何節にも書いてあるように、あのそもそも本当に神様おるかどうか、あのちょっと別の言い方すると、もしあなたが仏教徒なんやったら、本当の仏教徒やったら、あのその真理を求める、悟りを開くっていうのは真理を求める道でしょ。いろんな苦行して、そしてその真理を求めて、そして悟りを開くんだから、それがだから本当の仏教徒やったら、あのつくづく私は思うのに、本当の真理を求める旅に出るべきやもんですね。でその本当のあの方法として、神様に直接聞けばいいです。神様に直接聞いて、本当にイエスさんの言うてることほんまなんやろうかと、あの本当にあなたがいて、神様本当にあなたがいて、そして本当にあなたはキリスト教が言うように、この宇宙の秩序ルールをもって作られて 100% 義なる正しい神でありながら 100% 愛の神であるのかどうか、ほんでその神様が私たちの身代わりとなって、使徒となって来てくれて、死んでくれた、死んで、そしてそのことを信じたら、神様の復活を信じたら、私たちに永遠の命が与えられることは本当なのかどうか、これを実際に祈って求めてください。あの神に近づけば神様の方から近づいてくれると、聖書に他にも歌詞に書いてるんですね。私が思うのに、今日のメッセージの最大のポイントは、イエス・キリストは私が道であり、真理であり、命なんだ。そしてこれをあなたが信じるかどうか、ぜひですね、あの真理を求めていただきたいと思います。それではですね、今日のメッセージを、終わります。天のある、父の神様、あなたは、私たちにイエス・キリストこそ本当の道であり、そして天国に行くにはイエス・キリストを通してでしか行けないんだということを今この御言葉ではっきり示してくださいました。本当の真理が私たちに分かるように、どうかあなたが私たちにあのはっきりと表してください。そして、本来見えることなかった神様が目で見える形で来てくださったイエス・キリストを、一人でも多くの方が理解することができますように、あなたが聖霊さんの力を通して多くの方に語りかけてください。イエス様にお願いいたします。アーメン。はい、以上でした。はい、それではですね、次の、歌に行きたいと思います。次の賛美はですね、子羊イエスにという歌です。 To the Lamb。御座におられる子羊イエスに栄光と尊厳と力よとわに、あなたの偉大なその皆讃えます。すべてを治める王なる子羊主イエス、 Son of God, Son of man, You became the spotless lamb, Suffering for meYou show me mercy, now you reign in majesty. We worship thee, O Lamb of God, the living word. We lift up your name and worship thee, ancient of days. We give you praise, O Lamb upon the throne.罪なき御子が私に代わり、命捨てよみがえり、世界を治めるあなたの偉大なその皆讃えます。すべてを治める王なる子羊主イエス。はい、
それではですね、今日の、礼拝を、最後に、祝祷を持って、終わりたいと思います。はい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。 The Lord bless you and protect you。 主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。 The Lord make his face shine on you and be gracious to you。 主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。 The Lord turn his face towards you and give you peace。 アーメン。 はい、以上でした。じゃあまた来週。バイバイ。